国のキャンパーの方もキャンパーじゃない方もこんにちは、ヤッキンです。で今日はですね、コラボ動画ということで8000人のチャンネル登録者数がいる、もうすぐ9000に届きそうになっている、あえちゃんさんに来てもらいました。どうも、あえちゃんです。皆さん、私が顔出ししてない YouTuber のにキャンプ動画出て珍しいと思うんですけれども、今回ねキャンプ動画となっております。よろしくお願いします。あ、お願いします。ギャラリーがね、コメントくれたじゃないですか。はいはいはい、びっくりしたんですよ。最初僕の動画にコラボしませんかって言ってコメントくれて、はいはいはい、でこれどんな人なんだろうと、で自分とまあ同じぐらいの数の人なのかなと思って見に行ったら8000人いて、でこれめっちゃラッキーだと思って、すごいお声掛けいただいたと思ってぜひって言ってきたんですけど、なんで来てくれようと思って。まずその声をかけようと思ったきっかけっていうのが、会社の人で知り合いの人がいて、これ YouTube やってるっていうのが分かってたから、まそれを2ヶ月ぐらい見てて面白いなと思ったから自分が単純に声をかけさせてもらいました。ありがとうございます。僕これで最初そんなこと知らなかったんで、最初それでもらってやりましょうって言って、でインスタの DM でまず話しましょうって言ったじゃないですか。覚えてます？覚えてます。でそれでインスタの、まあ、DM でやってすぐに LINE 交換しましょうって言われて、で知らない人だと思ってるんでめっちゃ怖かったんですよ最初。でもこれ8000人だしなと、チャンスだしなと思って LINE 交換して、まあ、LINE 交換してすぐ電話しましょうって言われたんですよ。あれがまためちゃくちゃ怖かったんですよ。めっちゃ怖かったんですよ。で電話してすぐに同じ会社ですって言われて、それでちょっとホッとしたんですけど。いやそうですよね、それ考えたら知らない人がいきなり騙されるんじゃないかと思ってますよ。そうですね、普通に見てもらう動画、はい、僕の動画全く知らないかもしれないけど、はい、登録してくれると嬉しいなと思います。普段ワンピースですよね。ワンピースのアプリ、なんていうアプリですか？バウンティーラッシュっていう、まあ、ここに多分アイコン載ってると思うんで、ゲーム面白いと思うんで、ぜひやってほしいですね。わかりました。あれ、僕もやったことあるんですよ。うん、はい、ワンピース好きなんで、もうカラスになってなるほど、はい、でもこの機にやっぱり繋がったってことやから、はい、バウンティーラッシュをやっぱやった方がいいのかなと思って、はい、バウンティーラッシュの楽しいところは何？まず楽しいところが、自分の好きなキャラクターを使って自由に遊べるんですよ。やっぱり、はい、そのワンピースってあのいろんなゲームあるんですよ。コレクルだったりサウストって、これターンタップゲームだけなんですけど、荒野行動とか PUBG っていうゲーム、まあ、それに似た感じで自分のキャラを動かせて戦えるっていうところがめちゃめちゃいいんですよ。そこをぜひね皆さんにやってほしいなって。やっぱあのおしゃべりが上手ですね。まあ普段声だけでやってますよね。普段キャンプも普段からされるんですよね。普段もします、はい、これ顔出ししてないんで何でコラボしたらいいんだろうって。そうですよ、この画面にはモザイクかかってるから多分アイコンを入れようかなここに、はい、まあ、いつかあのみんながねあの登録者を僕の方に5万人とか増えたら顔出し考えてるんで、あ、それ自分のチャンネルじゃないこっちで言っていいですか？そうですね。まあでも普段あえちゃんさんの動画を見てくれてる人、はい、もしかしたら見てくれてるかもしれない、ね、そう全然あると思う、はい、あの宣伝してくれてる、もちろんもちろん、はい、それをあのすごい期待して、僕の宣伝力あれば今日はちょっとあの今日上司がちょっとギャラリーとして見てるんですごいあの恥ずかしいですね。そうそう、とてもあの皆さんが見えてる画面がちょっと分かんないですけど、後ろに観客がもう10人以上いて、ちょっとすごい的にすごい的になってるんですけど、めちゃめちゃやりづらいです。あの普段のテンションがちょっと低いような気がしなくもないかもしれない。ヘリコプターがすごいあれです。普段キャンプされるってことで道具をちょっと見てもらいたい。はい、皆さんそこまでキャンプ道具が揃ってるわけではないんですけれども、まあ、僕が持ってるものちょっとね少ないんですけど、まずヘベルですね、一応組み立てるんですけど、なんと500円。500円ですか？安い。ここで売ってるんですか？シマチューというホームセンターで買えるんで、皆さんおすすめなんで。土があるところがいいですよね。この土がこう転がっちゃったりするんで、一応これ組み立てたいなと思います。お願いします。みんな組み立てるのちょっと下手なんで、はい、その温かい目でこんな感じで、あ、しっかりしますね。そうそう、だいぶしっかり、結構重たいものもいけそう。こんな感じで物を置けたり、置けますね。で一応コップ、いくらぐらいですか？これも
300円。え、300円で買えるんですか、これ。安っ。マジで半額できた。元々は600円ぐらい。これもう800円で買えなかった。半額プラスなく 10% の効果で。これメーカーだよね。メーカー、ガス器具のメーカー。そうだよね。これも安い。500円、キャプテンスタッフ。あとソニーのやつ、これはちょっと高かったんですけど、7000円ぐらい。7000円する。これ一個の方がこれ全部より全然高い。そう。やっぱ自分機械が好きなんで、こういうものはどこでも使えると思うんで、プロでも使えますし、家でも使えるので、アウトドアでも使えます。めちゃめちゃいいです。僕の商品はこんな感じですね。あとなんか今日持ってきないですけど、あれもあるし、モンハンで。あ、モンハンのあります。買ったんですよね。買いました。14000円ぐらいです。はあれ買うきっかけになったこと言ってもらえます。買うきっかけになったのが動画を見まして、あ、めっちゃいいなって。で、実際動画の見たらめっちゃかっこいいんですよ。そういう昼間とかはあれ分かりづらいかもしれないけれども、あの夜だと本当に分かりやすくできてるんで、あのライトがめちゃめちゃかっこいいって感じですね。ありがとうございます。今日の動画はここまで。次回の動画でお会いしましょう。ではまた。またな。